ー大量大量。リソースコレクターの導入で資材の回収も精錬も楽になって大助かりですわ。むむ、いつの間にか牛が飼われているではないか。どれどれ牛さんや、今餌をあげるよ。こうやってブロックを広げて、もろこしをいっぱいつけて、もろこしのシャワーだ、それー。はい、というわけでスクラップメカニックやっていきます。モブはブロックで押すと潰れる。モキちゃん覚えた。はい、前回小島を開発して食料確保を安定させたところから続きます。今回の動画は探索会になります。まずこの画像をご覧ください。これはステーションを中心に周辺地域を簡単に書きまとめた略図です。ステーションの南が海、北がそれより小さい湖で、湖の東の沿岸に道路が敷かれ、東と北へ道が続いています。そして墜落線から続く道路から逸れていたため探索していなかった北西方向と、道路の接続が確認できている東方向に未探索領域が広がっています。今回はこの2方向の未探索領域を探索することが目的となります。実は前回島の開発を行っている最中に茶髪の子が北西の未探索領域の調査に出かけていました。報告によると、北西にはまず森が広がっていて、森の中を探索中にヘイボットの一眼に車を破壊され、やむを得ず徒歩で移動していたところ、森を抜けた先で見たこともない巨大な建造物を発見したそうです。というわけで、まず私たちは、茶髪ちゃん救出のついでに、北西の果ての謎の建造物をみんなで見に行って、あわよくば制圧しようと考えました。さて、道路の外れの焼け森を抜けて、さらに深い森の中を突き進んでいる途中、森の中で立ち往生している茶髪の子の車を発見しました。運転席が破壊され、制御が効かなくなっているようです。それはそうと、建物の近くでもないのに、ヘイボットが多いですね。森の中は、バイオームの設定で、敵が湧く数が多く設定されていたりするのでしょうか？あるいは、夜間は敵が活発になる設定でもあるのかも。暇があれば調べてみたいところです。茶髪ちゃんの車は替えの運転席を確保できなかったので、後でバラしてみんなで持って帰ります。今は先を目指しましょう。前方に今まで見たことのない形状をした巨大な建造物が見えてきました。あれが茶髪の子が報告した建物で間違いないようです。おそらくこれが倉庫と呼ばれている建物なのでしょう。あちこちにコンテナが積まれ、屋上にはヘリポートと見られる構造物もあり、ここが惑星各地で生産された物資を集積し、梱包、出荷をするための施設だったことを物語っています。おっと、遭遇しましたね。青い細身のロボットがテープを発射して攻撃してきます。こいつの名称は、ってちょっと待って、一発で40も食らって。はぁ？いや、強すぎでは。改めまして、あいつの名前はテープボット。あの倉庫において、出荷物の梱包作業を担っていたロボットと推測されますが、暴走状態の今は、テープを射出して攻撃してくる、厄介な敵になっています。打ち出してくるテープの威力は、一発40ダメージ。ライフが満タンの状態でも、2発までしか受けられません。にもかかわらず、偏差射撃で見事にプレイヤーを狙い撃ちしてきます。高度な射撃制御システムを装備しているようですね。もしや、平時から施設の防衛も行える設計のロボットだったのでしょうか。いや、まあとにかく、強すぎますね。あれと同じのが、もう何体も敷地内をうろついてるわけでしょう。どう太刀打ちしろというのか。現状では分が悪すぎます。アイテムを回収して退却しましょう。その後の帰り道で、倉庫から東に伸びる道路が、ステーション北の湖畔をめぐる道路と繋がっていることを確認しました。対テープボット戦と倉庫攻略には、十分な対策を講じてから挑むとします。さあ続いては、ステーションから東の道路を進んでいきます。今運転しているのは、録画外で作成した新しい車両です。ガソリンタンクを搭載し、より長時間の使用にも耐えられる車両として作成しました。さて、湖の東の分岐点を右折し、東へ伸びる道に入ります。この辺りは、前回の冒頭で、夜間に歩き回っていた場所ですね。道路を進むと、背の高い看板が立つフェンスで囲まれた敷地内に、倉庫でも見かけたような、様々な色のコンテナが積まれた施設がありました。施設内には、大型の機械が鎮座しています。
機械には4種の作物のアイコンが描かれたプログレスバーのような表示板と、それぞれのバーに対応した番号が割り振られた接続口が見受けられます。おっと、入り口の方に墜落地点でも見かけたような説明図の看板がありますね。看板の説明によると、ここはバッキングステーションという施設。農作物を先ほどの大型機械に投入すると、一定容量に達した作物をパック詰めして排出する施設のようです。イラストから推察するに、作物の投入にはどうやらラージチェストとそれに接続したバキュームポンプが必要なようですね。そうと分かれば早速帰宅して必要なパーツを作成しましょう。まずラージチェスト、通常のチェストの 1.5 倍の収納容量と、通常のチェストにはないパイプ接続によるアイテムの移動を行う機能を有しています。そしてバキュームポンプ、吸い込みと吐き出しを行う機能があり、ラージチェストと接続すると吸い込んだアイテムの収納と収納したアイテムの投射を行えるようです。これを車体の後部に取り付けます。新しい車両はリソースコレクターやラージチェストをぴったり設置できる幅に設計してあります。ラージチェストの緑色に発光する接続口にバキュームポンプを設置して、拠点に備蓄していた作物をチェストに入れて出発します。さてさて、バッキングステーションに戻ってきました。説明に沿ってバキュームパイプをパッキング設備の口に接続します。機械側の口が開き、矢印アイコンのランプが青に変化しました。しかし、作物が投入されている様子はありませんね。ポンプの設定も間違っていないようですが。はて、何か足りないものがあるのかな？なるほど、スイッチを接続してポンプを操作する必要があったようです。スイッチを押したら、ちゃんとトマトが投入されたようですね。そうと分かれば、どんどん作物を投入していきましょう。一定数の作物を投入したところ、パッキング設備に動きがありました。奥でパッキングされたトマトが排出されたようです。パッキングされた作物は、ボット機材や中身入りのチェストと同様に、プレイヤーが持つと担ぎ上げるモーションになり、持ち運びしていると移動速度が低下するみたいですね。そんなこんなで、パッキングされたトマトを4箱作成してもらいました。まだビートルートが残っていますが、全部一度にパック詰めしても車に乗せて持って帰れる気がしなかったので、トマト4箱で一度切り上げて帰宅することにします。わあすごい、アジア諸国でよく見る過剰積載みたいだ。日を改めまして、パッキングステーションからさらに奥へ道路を進んでいきます。車には昨日のチェストは外して、今はベッドを装着しています。これはステーションや墜落船に備わっているベッドと同じ機能を有するパーツで、一度このベッドで寝ておけば、死んでもこのベッドでリスポーンすることができます。なので旅先で死んでもその場で復活して探索を円滑化できるわけです。道路沿いには以前も見かけた直売所のような廃墟と複数のノーマルダンジョンが生成されていました。ノーマルダンジョンにも様々な形があるようですね。ほぼ崩れかけた小型のものから 5,6 階層もある高層のものまで様々なものが立っています。そして探索を進めていった先で、とんでもない事実に直面します。なんと北西域に存在したテープボットの住処、倉庫が東の彼方にも存在していたのです。てっきり倉庫はボス専用の最終ダンジョンとかの類だと思ってましたが、この様子ではまだ他にもありそうですね。先が思いやられる。上から見えていましたが、先日訪れたのとは別のパッキングステーションを発見しました。ここでパッキングできる作物は、見たところバナナやブルーベリーなど果物系の作物のようですね。しかしこれらの作物はまだ探索で訪れたダンジョンの中でたまに果実を発見するばかりで、種の存在を確認できていません。これらの果物の種も野菜の種と同様にどこかで入手できるのでしょうか。だとしたらまだまだ探索が足りないようですね。より広い範囲を探索すれば、まだまだ新しいアイテムを見つけられるかもしれません。というわけで、道路は第2のパッキングステーションを過ぎてすぐの地点で途切れてしまっていましたが、陸地はまだまだ東に続いているので、探索を続行します。チャパチちゃんの車両は積載量の限界が来たため途中で離脱したので、白ひげちゃんを連れて沿岸を進んでいきます。さてしばらく海沿いを走っていますが、道路沿いと違って、こういう場所には建物はあまり生成されないようですね。こんな森はそのうち性能のいい伐採車両を開発して、一気に切り開いて広大なユカリバイオームにして。
今のはまさか見つけてしまった。いや、遭遇してしまった。あの赤い大型ロボットはファームボット。この広大な農業惑星において主要な農作業全般を一手に担っていたと思われる農業ロボットの親玉です。むう、まさかこんな早くに出くわすとは。探索は打ち切りましょう。幸いこちらには車があります。奴に気づかれて追いかけられたとしてもこちらはそれを振り切る速度で逃げられるはずです。よかった、ファームボットは森の方に移動してこちらが気づかれる心配はなさそうです。36系逃げるにしかずです。さっさと退却しましょう。て、え、白ひげちゃん、なぜ車を降りる。え、私にアイテムを預けて。まさか白ひげちゃんあれと戦うつもり。マジか。そんな家をミスミス取り逃してなるものか。私も行くぞ。白ひげちゃんとファームボットの交戦が始まりました。ファームボットは恐ろしい叫び声を上げて鎌を振り回しながら白ひげちゃんに襲いかかります。そして白ひげちゃん、ここで海へと飛び込む。なるほど、水の中なら敵の動きも鈍るので隙をついて攻撃しようというわけですね。おっと、ファームボット、ここで左手に備えた紫色の液体を投射して反撃を。て、ん、やっべえ、こっち来た。いやー、来ないで。ひえー、は、もう追ってきてない。白ひげちゃんが引きつけてくれていました。今度は敵を陸に引きつけないよう水の中から迂回して近づいてみます。なるほど、ファームボットは鎌を用いた近接攻撃と触れている間継続ダメージを与える液体を投射する遠距離攻撃の2種類の攻撃手段を持っているようですね。手強い敵ですが、水の中に引き込んだことで速力は奪えました。こちらは2人連携して敵に対処しましょう。1人がファームボットの注意を引きつけているうちにもう1人が殴りかかる戦法で挑みます。いや、しかしこの攻撃は果たして効いているのか。ハンマーで殴った時の音が非破壊オブジェクトを殴っている時と変わらない気がします。ちゃんとダメージが通っているのかそれすらわからない。それから丸一晩ハンマーで殴り続け、死んでリスポーンを繰り返して殴り続けても一向に倒せる気配がなく、食料が底をつきやむを得ず退却することになりました。いや、今回は負け戦でしたね。テープボットに打ち負かされ倉庫の探索はできず、ファームボットには一切歯が立ちませんでした。そして現状の装備では奴らに対抗するにはあらゆる面で準備不足であることも分かりました。私たちには奴らを倒すためのより強力な兵器が必要です。そしてそれらを開発するためには拠点の設備もまだまだ不十分です。資源採取メカを改良し効率化を進め、生産設備もアップグレードしてより高品質なパーツを作れる環境を整える必要があります。という感じに今後の方針が固まったところで、今回はここまで。この後、おまけコーナーに続きます。ご視聴ありがとうございました。さあ、おまけコーナーのお時間です。なんだかんだで、おまけコーナー賛成の声をいただけたので、続けてみることにしました。このコーナーでは、私が把握している範囲で、スクラップメカニックに関する技術的な解説や作品紹介なんかをやっていこうと思います。あくまで私が知っている範囲の内容ですので、すでに他の動画で紹介されていることや豆知識というほどでもない当たり前な内容や、すでにより優れた仕組みが開発されていて時代遅れな情報なども少なからず含まれると思いますが、よろしくお願いします。前回のコメントで飛行メカの姿勢安定化とホバリングについて興味を持ってくださった方がいらっしゃいましたが、それはいきなり内容が高度すぎるかなと思ったので今回は見送りました。ごめんなさい。でもいつかその解説もするつもりです。今回の内容は自動車の作り方発展編です。さて、スクラップメカニックをプレイしている皆さんがサバイバルモードを始めてから最初に作ったメカは、大抵はエンジンのパワーで車輪を回して動く自動車と呼称される形式の乗り物だったと思います。そして皆さんのうち何人かは作った車を実際に運転してみた時、結構簡単に車がバランスを崩して横転してしまったという経験をしたことがあるのではないでしょうか。サバイバルモードで敵に追われて車を走らせている時に横転して
追いつかれて敵に車を破壊されてしまったなんて人もいるかもしれません。今回はもうそのような目に遭わずに済むように横転しない車の作り方を解説していこうと思います。車が横転せずに安定して走るようにするにはどうすればよいのか。そもそも現実の車と同じでカーブを曲がるときは速度を落としてねってのが最適解ではあるんですが、一番簡単な方法は車の横幅を広げることです。横転しそうな角度にまで車体が傾かないように、車体の幅よりも外に突き出した位置にタイヤを配置するのです。自転車に補助輪をつけると転ばないのと同じ考え方ですね。しかしこんな車では見た目が残念すぎますから、これは旅先で荷物を積みすぎてバランスが悪くなった時とかの応急処置的な手段に止めるべきかなと思います。カーブで横転するのは車体の重心位置が高くなってしまっていることが原因であることが多いです。例えば車の高い位置に重量が大きいブロックを使っていたり、荷物を高く積み上げて走っていたり、そんな風に重心が高くなっている車はカーブで遠心力が働いて横転してしまうのです。なので横転を防ぐためにはまず車高を低めに作ることを意識してみましょう。車体底面を地面から1から2ブロック分離す程度を意識するのが良いと思います。同時に重心を下げるための工夫として使用するブロックの重量を確認することは重要です。インベントリでアイテムの詳細を見るとそのブロックやパーツの重量を確認できます。車体の底部により重量の大きいブロックを使用して重量を稼ぐことで重心を低く保つことができます。前後を低めに抑えつつ底部に重量を集中させることで急旋回をしても横転しにくい車が作れるはずです。また使用するタイヤのサイズも安定性に影響します。小さいタイヤよりも大きいタイヤの方が重く設置面積が広くなることも相まってより安定した走行が可能になります。ここまでは比較的簡単な部類の知識です。さらに安定した走りを実現するためにサスペンションに構造的な工夫を加える方法をご紹介します。現実の車のサスペンションは単にスプリングの先にタイヤがくっついているわけではなく、車軸式だったり独立懸架式だったりストラット式とかマルチリンク式とかドビオン式とか、詳しい人じゃないと把握しきれないいろいろな形式のものがあります。そういった構造からヒントを得て車作りに取り入れてみるわけです。そしてここで登場するのがこのゲームにおいてとても重要なある技術。ベテランメカニックの間ではサスバグとかサスグリッチとかはたまたダークエネルギーなどと呼ばれている、バグなのか仕様なのかわからないゲーム上の性質を利用することになります。このサスバグの仕組みについてはいろいろな法則があり、説明したら動画1本作れちゃいそうなので詳しい説明は今回は割愛しますが、今大事なことはサスペンションの根元と先端をベアリングなどを途中に返して同一オブジェクト上でつないで固定すると、サスペンションの長さ方向に姿勢が固定され傾きにくくなる力が発生するということです。私はこの性質を利用してサスペンションとベアリングとスモールパイプを組み合わせた特殊なサスペンション構造をよく自分の車両に取り入れています。ちょうど今そのサスペンションを取り入れた車両に種類が背景映像の方で出来上がりました。まず右の車両から見ていきましょう。こちらの構造はサスペンションの先に装着したベアリングを介して伸ばしたパイプを車体側のベアリングに接続しています。現実の車でリーディングアームとかトレーリングアームとか呼ばれている構造を真似たものです。このサスペンションアームではサスペンションをパイプで車体と接続してサスバグの力を発生させています。しかしこの構造はサスバグの力が強すぎるため軽い車体に装着すると坂道などを登ろうとした際に車体が水平の姿勢を維持しようとしてタイヤが浮いてしまうという本末転倒なことが起こってしまいます。なのでこのサスペンションアームを使うときは車体を重いブロックで構成して車重で車を押さえつけるようにする必要があるでしょう。続いてもう一方のサスペンションは車体中央下部から前と後ろそれぞれにパイプを伸ばし、ベアリングを介して左右のサスペンションの先に向かって T 字にパイプを伸ばした上で左右のタイヤが車軸でつながれたような形状にしています。疑似的な車軸喧嘩のサスペンションという感じでしょうか。この形状は先ほどのアーム形式よりもサスペンションの固定が緩やかでサスバグの効力が弱くなっています。そのため横転防止能力は多少弱まりますが、タイヤが比較的地面に接地しやすくハンドリングがスムーズになり操縦しやすい車を作れるでしょう。以上サスバグを利用した姿勢安定化の方法をご紹介しましたが、サスバグが意図せず発生して車両の挙動がおかしくなることもあります。サスペンションの先につけたタイヤなどのオブジェクトをハンドルを操作して傾けた際に車
車体のどこかに接触させるとサスバグが発生して姿勢が急激に変化することがあります。タイヤを設置する際はタイヤが旋回するのに十分なスペースを設けることを忘れないようにしましょう。以上で解説は終わります。最後に前回を広告してくださった方々をご紹介します。6月13日時点で累計2万900ポイント11名の方々に広告をいただきました。前回に引き続き広告してくださった方も初めての方も応援ありがとうございます。ここまでサバイバルモードの内容を追っていくばかりでしたが、ようやくメカ作りに本腰を入れて取り組んでいけそうです。ぶっちゃけ動画作るのに時間取られすぎててゲーム全然遊べてないの。これからも不定期な投稿になると思いますが、できるだけ 1,2 週間以内を目指して投稿していくつもりです。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。